レベル19で催眠。あ、じゃあ結構、先の話なんだ。なるほど。あ、そう。家に行くんだね。石はね、多分どっかで入ると思いますよ。手に入る。うん。じゃじゃーん。夢の煙入手できて、いろんなトレーナーのレポートを集められるようになって、本当にありがとうね。Cギアを使えるようにするね。Cギア、赤外線、無線、Wi-Fi など、通信関係のデバイス。あ、これで、これで、俺もオンライン対戦ができる。やったー、第5世代対戦ができる。飛行機や病院など、無線通信を禁止している場所では、Cギアの電源を切って、通信を切断してください。はじめません。科学の力ってすげえな。注意びっくりって出ると怖いよね。さて、ゲームシンク。はい。システム、まあ、ちょっと見てもいいかな。ゲームシンクって夢の煙を利用して眠ってるポケモンの記憶を取り戻せる。はい。ポケモン集められる。さらにすごいことが分かって、シンクで眠らせたポケモンは寝ている間夢を見る。で、シンク眠らせて、はい。一周地方の中心にある、ハイリンクの空間と現実につながる。あれだよね、なんかそのハイリンクっていうとこで、なんか努力値とか、なんかいろいろやるんだったね。BP 集めとか。確か。違いましたっけ？あ、トレーナーさん、お姉さんのお手伝いどうもありがとうございます。あ、お姉ちゃん、妹。私から遠慮せずもらってください。やった、なんかくれた。何これ。友達手帳。マジで。友達になってくれるの。やった。登録したお友達と Wi-Fi コネクションを使って対戦や交換を楽しむことができる。あと5年前に俺が手に入れていれば、できたのに。Wi-Fi 通信なんかできねえよ。友達ってなんだよ。ちょ、友達手帳開こうぜ。ちょ、友達手帳どうやって開くん、これ。これ？ああ、これあれなんだ。もう、繋がなきゃいけないんだ。じゃあもう二度とこれ起動できないやつです、シギア。マジ？手帳真っ白だよ。うえぇ。手帳登録人数0人だよ。うえぇ。あ、今のが第5世代まさきね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。そうか、だからパソコンがどうだこうだみたいな話を一番最初してたわけだ。あ、Cギアは起動できるけど Wi-Fi が無理なだけ？あ、じゃあ、赤外線は通るけどみたいな、そんな感じなんだ。なるほどね。OK。じゃあちょっととりあえず、一通り多分この街のイベント終わったと思うんですけど、あとは回らなきゃいけない場所とかない？特に問題ないっすか？リスナーが友達、せやな。いや、リスナーは友達じゃねえ。俺たち一緒に夢を叶える仲間たちだぜ。ルル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 バッチ磨かない。また磨けんの？バッチいい、磨かない。こっちかな。来た。3番ドゥール。3番ドゥール。だから、あ、ダブルバトルじゃーん。やりたかったぜ、ダブルバトル。よし。はい、トゥン。え？私たち、力を合わせて頑張るから、見ててください。1たす1は2だよね。かわいい。なんだこれ。幼女、幼女。幼女、幼女、幼女たち、クミルミ。かわいい。幼女だわ。あ、幼女、まあ猫ね。二人で飼ってんだろうね。双子なんだろうね。猫も双子なんだろうね。バチガイ。マジバチガイなんだけど、一匹。おい。空気読めよ。おい。だからお前ワースト1位なんだよ。考えろよ、もうちょっと。
だからお前最下位なんだよ。そういうとこ空気読めねえから。ふざけんなよ、マジで。なんでお前さ、チョロ猫じゃねえんだよ。ふざけんなよ、猫猫猫猿。言うてニアースだけどな。泣きまくっとこう。で、焼き尽くす。あ、焼き尽くす、さすがダブル用の技ですからね。みんなで猿の矢をおうぜ。そうだな。今2対2で戦ってる風に見せてるけどさ、これ3対1にしようぜ。これ。ちょ、ボコボコにしようぜ。あ、急所当たった。みんなで引っかいていこうぜ。なんで俺ら違う猿。引っかくなら猿引っかき。俺引っかくんじゃなくて猿引っかき。いじめ猫さ、どうなんでも現実世界でさ、猫3対猿1だったらさ、猿勝ちそうじゃない実際。どう思うさすがに猫負け、猫かな ?3 対1勝つかな引っかいとこ、こっち引っかいとこ。で、ほんで焼き尽くすな。さすがに猫勝つ。いや、なんか猿若干勝つそう感ない。はい、ダンコー。オッケー。子猫と子猿だったら仲良くなりそう。まあ、確かに。よし。完璧。わー、ポケモンさんもっと頑張って。あれ、ポケモンさん元気なくなっちゃった。ごめんね。ポケモン勝負挑んできた方が悪いんだよ。大人は怖いんだよ。あ、長いっすね。長いっすね。ああ、長いっすね。ちょっと走っていいっすか、ちょっと徒歩で。徒歩で走っていいっすか。あ、でん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 でほんとこいつら空気読めるよな、マジで。だから忠告した。そういうコメントは、ネタバレコメントは読まない。つまんな。血に飢えた。飢え始めた。うわ、てかレベル14高い、高い高い高い。ちょっと高い高い高すぎ、高すぎ、高すぎ。高すぎだけど、なんかあれだよね。ワースト1手持ちにいればさ、なんかどうにかなりそうかあるよね。俺の身焼けていく。早くさせない。く。いい技選ぶね。せやろ。タイプ相性だからね。え、てかさ、俺一個思ったんだけどさ、あれなのね、ホワイトってさ、相手のライバルの名前決められないのね。なんか、そのくだり今回ないなって今さっきふっと見てて思ったんだけど。第5世代だけなの？あ、落ちない。6世代って決められ、XY ってそうだったっけ？ XY、あ、でも XY 確かに変えてないかもしれない。え、変えてなかったっけ？あんま記憶ないな。第6も無理だっけ？あ、ライバルがいない代わりに友達がいるんだ。あ、なるほどね。あれですか、増田さんが PTA に怒られたやつ。そういうこと、そういうことか。 PTA になぜ戦わせるんですか、同世代同士仲良くしなきゃダメでしょって言われて、しょうがねえからライバルじゃなくて友達にしたみたいな、そういう成長強い。ちょ、それ強い強い。そっか、友達ってね。いやー、あれだよなー。子供の頃さ、確かにポケモン一緒にできる友達はいたっちゃいたけどさ、なんか実際なんか真面目にやってる人っていなかったじゃん。だからまともになんかさ、その近所の友達と真面目にガチでポケモンバトルやった記憶ないんだよね。なんかタイプ相性ガバガバだし、なんか選ぶポケモンも見た目で選んでるし、みたいな。そういう友達しかいなかったんだよな、俺。当時。
それが今日ガチ勢がいなかったな、それがねちょっと心残りっちゃ心残りなんだよね。一人いた、いいな、いいな。今はむしろそういう人たちしかいないけどね。そう、コミュニケーションツールなんかな、コミュニケーションツールなんだけど、どけ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 、ダメ、邪魔だ邪魔だ、どけ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 懐かしのお笑い芸人が通っていきましたね。どうした？で、ベルどうして走ってんの？ねえねえ、今連中どこに向かった？左。うん。どうして走ってるのさ？ああ、もう早い逃げ足なの。お姉ちゃん、私のポケモン。大丈夫、大丈夫だから泣かないで。あのね、ベル、だからどうして走ってたの？聞いてよ。さっきの連中この子のポケモンなんだって？それは、取り返さないと。取り戻すしかない。俺も行くぜ、アイテムゲットしてから。あ困った。ワースト1位はバオキーですね。わかっつおも、こんばんは。ちょっと邪魔だよな、マジ空気読めよな、両手に。マジ空気読めよお前、ほんとに今から大事なさ見せ場なんだよ、マジで見せ場見せ場ね。厄介事はいつもベルだからそういう役回りなんだろうね、ベルがね。そうあることにより、なんかそういうストーリーも組めるようになるみたいな。確かにな、ライバルって結構さ、第三世代ぐらいまでのライバルって結構、有能なやつ多かったじゃん。あの、シゲルしかり、じゃあシゲルってか、グリーンしかり、なんだっけ、シルバーしかり、ね。有能なやつ多かったからこそ、猫の、猫の手どうしようかな。俺、猫の手さ、これストーリーいらないと思うんだけど、どう思う？結構使いにくいんだけど、正直。まだ鳴き声とかの方がさ、使いやすさあると思うんだ。正直、いらんよな。いらんよな、やっぱな。消します。ちょっとアイデンティティを消していく、プレイング。うん。シルバーはトラブルメーカーなき。でもさ、有能じゃん。言うて。頭はいいじゃん。いい傷すり。いや、鳴き声の方が多分いる。ランク補正は舐めない方がいい。で？あ、ちょ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 、間違えただけだっつーの。行くよ、ちゃんと。こっち？うわー。え？短くない？え、こんなもんなの？廃人ロード。え、超短くない？え、こんなもんでいいの？え、第5世代超短いんだけど、廃人。短いんだ。こっち行くわ。橋がある？あ、別のところがある、もしかして。べ、ま、なんか似たようなところが2、3箇所あるみたいな。そういう感じなのか。和骨、あ、和骨そうだ。どうも、こんばんは。もっと長いロードある。結局条件は育て屋があるストレートになるんだ。なるほど。だから、なんかめっちゃ食らってんだけど、なに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 。こういうの多すぎ、マジで。第5世代。今のキッズが羨ましい。まあそうだよな。XY の廃人ロードとか、マジ、超有能だったもんな、あれ。すごい良かったしな。超楽だったわ。育てんのすげえ楽だった。あの、今はね、もっともっと、もっともっとだからね。楽だもんね。いやでももう、これぐらい楽でいいよ。てかもう逆にさ、楽になっちゃったからこそ、楽になっちゃったからこそ、その要は、楽さをもうちょっと、存分にさ、楽しんでこうぜみたいな。ちなみにスプレーは買ってあるんだけど、ちょっと野生若干、チョロ猫があまりにも弱すぎるんで、ちょっと育ててます、若干。はい。いい感じ。はい、育てます。戦います。なんか幽霊が出る鉢とかがある。ともみちゃん。西村ともちん、ともちん。そう、対戦人口が増えるってやっぱなんだかんだ大事だよね。その長くそのゲームをさ、楽しんでいく中でもやっぱり、人と人とが交流することによって、そのゲームのなんかこう寿命が伸びたりとかするから、言うてやっぱ大事なんだよな。育てるなら揺れる草むら狙うといい。どういうこと？ああ、なんだっけあれ。なんだっけ、ムーバーだっけ。お、いいね。あーし、おし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 。ね。
伸びた寿命のほとんどが源泉がつらい。だん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 飽きてくるでしょうからね。うん、ヨーテリー。その分。じゃあ、まあでもそろそろあれでしょ。なんていうか、第7世代始まるから。あ、そうだ。俺、そうだ。一個言い忘れた。だからさ、突然の急所、マジで怖いからやめてくんね、ほんとに。頼むから。マジで怖えんだよ。あまりにも瞬殺すぎてさ、なんでってなる、ほんとに多いんだけど。怖い。マジ怖い。なんだっけ、俺今何の話をしちゃって。あ、バイトから帰ってきた。お疲れ。お疲れ。いらっしゃい。実は、ちょろちょろ最近話してた、ケケさんとの対戦の話なんですけど、実は収録終わりまして、多分来週末ぐらいに動画にできるかなと思ってるんですね。まあ、楽しみにしててねって話なんだけど、その時にちょっと話したのは、なんかね、もう、YouTube のポケモン実況者がなんか最近そろそろ帰ってき始めてるよ、みたいな話してたよ。だからもうなんかすでにアップ始めてるみたいですよね。ガチ勢は。とうとうなんか近くなってきたんだなっていう感じするよね。ね、生じゃないです、動画です、動画。でもなかなかいい動画撮れたんで、まあ見てください、ぜひとも。今、ペットの亀も生放送見に来た。おー、亀見てるか。もう楽しんでってな、亀な。何やってるか絶対わかんないだろうけど。勘を取り戻しにかかってる。多分そうなんだよね。そう。いやー、いいね、やっぱり。ポケモンは熱くなるわな、ほんとに。いやー、早く、マジで。半年待てねえよ、マジで。あと5ヶ月でしょ。あと5ヶ月も待てねえって、マジで。早くさ、明日発売してくれ、明日。明日発売して。無理。予約いつからやねん、確かに。予約だ、まだ全然。ね、まあ、そりゃまだだもん。あ、てかみんな、あのさ、YouTube チャンネル、昨日だか今日だか動画上がってて、ジガルデのナチュラフォルムのやつが動画上がってたぜ。見た？そういえば。なんちゃらフォルム。その話そういえばしてなかったの、今日。OK。見た。あれ、強いの。パーフェクトなんちゃら。そう、パーフェクトなんちゃら。パーフェクトなんちゃら。強いの。あ、さっき振ってた。ごめん。ちょっとゲーム画面見てた。それは。それはすまん。種族値 1200？ それは嘘子だろ。マジンガー Z。それ嘘子だろ。H の種族値が212？ マジで？H すごいだけなんじゃないのそれ。あれなんじゃないの、なんだっけ、あいつ。めっちゃ素早さだけに、めちゃめちゃ極端に素早さが振られてて、で、なんか、耐久ゴミみたいなやつ、なんだっけ。デオキシスのなんちゃらフォルム。みたいな感じなんじゃないの。 HP だけバカに高くて、あと全部ゴミみたいな。マジで。ヌケニー1200匹分。違います。ヌケニーの種族値そんな低くないです。減ったらフォルムチェンジっぽいよね、でもね。うん、どうでしょう。今来たらどこ？プラズマ弾をかけてます。はい。ちょ、わかんない。この中に入ってる。OK。あ、準備は万端です。大丈夫です。はい、行きます。大丈夫じゃなくても大丈夫っていうトレーナーの鏡。HP212 はでもラッキーの方が多分高いと思うけど、話が通じない面倒な連中だね。あ、差し出せと奪ってやる。オッケー、戦うか。ジャポニーカ学習長、ジャポニーカ学習長。さあ、種族値1200は崩壊しそうだから、正直あんま導入してほしくない。なんか今のポケモンカードゲームみたいになってる感じがしてやだ。音程がバカバカすぎない？俺結構自信あったんですよ、今回。ナンスが H190。結
構強いのかね。めっちゃ見切ってくんだけど。いや、嘘だよ。それは嘘だよ。さすがに嘘だよ。いや、だってもし高かったとしても、800ぐらいじゃないの。1200ってだって明らかにさ、もう、崩壊すんの分かるじゃん、だって。バトルが。そう、フリーがジガルで行った分になるじゃん、絶対。とか、あとあれでしょ、伝説禁伝ポケモン使えるさ、大会とかも、絶対ジガルで行った分になるじゃん、そんなの。で、ジガルデのそのフォルムをいかに使いこなすかみたいなバトルがあるじゃん。しないと思うよ、デイフリ的に。ないと思う、ないと思う。うん。言うて氷4倍でフォルムチェンジ前にやられる？どうなんだろうね。うん。平均200ってこと？そう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 。はい、返しなよ。返す必要はないぜ。まだいるの？いっぱいいる。大変だよな。理解されないばかりか邪魔されるなんて。二人二人、お、結束力を見せてやるぜ。ポケモン泥棒が何を開き直っているんだ。モッティ、幼馴染のコンビネーション、彼らに思い知らせてやろう。おう、任しとけ、チェレン。ジャンボでいいか、ガークもいいか。もうくどい。今日はいいや。今日満足したわ。今日満足したわ。満足しましたね。チェレン正論しか吐かねえから面白くねえよな。見切っていく。ダブルバトルで見切りとか割とガチっぽいよね。ドモールンリンクル並みにくどい。すいません、言いたくなっちゃうんだよ。ゴマダレとドモールンリンクルとジャポニカ学習帳は鉄板ネタだから、実況者にとっては。じゃあそれを言うことによりコメント数が増え動画が盛り上がるっていう、そういうね、そういう下心ムンムンですから、すいません、申し訳ない。次の指振り大会はね7月の上旬です。はい、今コメントあったのか分かんなかったけど、そう、米稼ぎ全一ってほど米稼いでないと思うんですけど、言うほど米稼ぎうまくないと思うんですよ。それは油汚れにいろいろあるな、そう考えると。外した？乱れ外したわ。立ち見ヒーヒーなんですが、立ち見コメントしてあげて。ちょっとなんか悲しんでる民がいるから、立ち見の民を立ち見同士そんなに人数多くないと思うから、なんかじゃれ合ってていいよ。じゃれ合ってていいぞ。もう、LINE 交換とかしてていいぞ、別に。許す。それぐらい人数少ないから許す。無法地帯。無法地帯ってほど無法でもないぞ。なぜならそんなに人数がいないから。負けちゃった？まだ破れるとは、ね。コメビュー見てる人たち、流れて。やれやれ、本当にめんどくせえな。どんな理由があろうと人のポケモンを取っていいわけないよね。お前たちのようなポケモンがポケモンを苦しめているんだ。ポケモントレーナーだった。なぜトレーナーがポケモンを苦しめているのか全く理解できないね。子供だな、マジで。ポケモンは返す。だがこのポケモンは人に使われかわいそうだぞ。いつか自分たちの愚かさに気づけ。いやな、大人たちだな、マジで。どうしてポケモンがかわいそうなのかわからないね。さてと思っていい。僕がポケモン返してくれるよ。来るよ。返してきてくれた。これあれなんだろうな。あのさ、要はさ、ゲーチスにプラズマ弾って洗脳されてるわけじゃん。で、要は、そういう洗脳されてるのが分からずに、その、自由だ解放だみたいなことを言っていて、で、最終的にゲーチスに裏切られて、なんだったんだ自由とは。完全に俺らポケモンじゃねえかーっていうオチでしょ、これきっと。友達よかった。お姉ちゃんありがとう。これあげるね。やった。なんかくれた。ヒールボール。よし。あ、ヒールボール。捕まえたら体力満タンになる。あ、じゃあこれ送ったらバイバーイ。あ、はい、お願いします。ネタバレやめろ。あ、マジ。あ、これネタバレマジ。俺たちがやっていたことは、
保育園なんだけど。うわ、保育園じゃねえのかよ。子供とポケモンたちに笑顔をたくさん囲まれて無敵の私でーす。遊んでねえで仕事しろよ。マホティどうもこんばんは。アキホ、かわいい。保育士のアキホ。大変だな、そんなおもちゃ箱持って。なんでおもちゃ箱の中にバットが刺さってんのかよくわかんねえけど。よいしょ。はい。鳴き声。モッティ芸術説。どういうこと？どういうこと？みんな何？自由になりたいのかみんな。モッティに洗脳されて、毎日動画を見ているけど、実は自由になりたいのか、そういうことなのか。違う。よくわかんないんですけど、その国。解放されたい。マホティどうもこんばんは。いつかモッティに裏切られる。大丈夫だ。俺は裏切らねえぞ。俺はね、裏切らねえから。君たちのこと。俺ほど裏切らない人間はいないだろっていうぐらい裏切らないから。モッティ様万歳。万歳。あ、やべえ。あ、気づくしね。マジか。ギフト使っちゃ、いや、あー、交換するか。交換しちゃっちゃった倒すか、ね。毎回裏切られてる。裏切ってないでしょ。俺、ちゃんとね、約束は守りきる人間だぞ、マジで。モッティ様の聖水売ってくれるって、まあ。いいですよ、500円でじゃあ売りますよ。お買い求めはアマゾンから。まあ、こう今来ましたと思う、こんばんは。でもあれやで。言うてさ、この雰囲気、居心地良くない？結構他のさ、実況者の放送とか見ててもさ、なんかちょいちょい荒れたりとかさ、ちょいちょいキッズが多かったりとかしてさ、あんま落ち着けないやん。割と程よく盛り上がってて、割と程よく、なんか居心地いいからさ、なんか、なんだかんだ、この環境いいでしょ。ね。だから別に解放されなくてもよくない？っていう風に言いながら洗脳していくんですよね。よし、回復します。嘘嘘、冗談だから。冗談。冗談だからコミュとか抜けないでよ。冗談だからマジで、嘘子だからマジで。嘘こー。はい、モッティ、もっと私のこと洗脳して、もういいよ。いいよ、もうやだ。やだ、そういうのやだ、マジで。やだ。これ見てる YouTube 勢どう思ってる？あれだ、あ、こういう育て屋さんがあるんだね。なるほど。もう、時々遊ばせてもらってる。かわいいな、この絵。ま、この絵面一生見てて、マジで。もう俺がこの2匹に洗脳されるわ、マジで。怖い。ポワされる。怖。うん。おい、トレーナー、僕と勝負しろ。なんだ、クソガキ、おい。クソガキ。おい、黙ってろ、お前、牛を。黙っとけ、マジで。ふざけんな、マジで。調子乗ってんじゃねえぞ、お前。どういう教育受けてんだ、お前。てめえ、大人にはちゃんと敬語使えってなってんだろ、クソガキがよ。マジ、キッズがよ。マジ、ポケキッズがよ。舌で舐める。舐めてきてんじゃねえよ、クソガキがよ、本当に。ハゼロ。最近のキッズすごいんすよ。そうなんすか。ちょ、当たんないんだけど。粉持ちか。
今彼女と生見てる。お、じゃあこの後生でやりな。よし、オッケー。14、お、てかなんかいつの間にかあれだな、ニャースが一番レベル上がったな。オッケー。何なんか、なんか言った。なんか言った。なんか言った、俺。何を言ったか、ちょっと記憶にございません。ちょっと頭の中が真っ白。たねーねーねー、たしてー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 。まつりちゃん。この対面ため息しか出ねえ対面なんだけど、これどっちが最高の再会か決めようぜ。おお、どっちが本当の再会かよ。なんだって、下で舐めるだ、んな技で倒せるとでも思ってんのか。俺が本当の再会だよ。再会の力見せてやるよ。再会、最高の再会になってやんよ。最下位。ワーストランカーオブザベスト。合ってる？ザワーストランカーオブザベスト。誰かけ覚えた。覚えるわ。舌で舐める。使い道ねえよな。20だし。乱れ引っかけの方がいいよな。逆？ザ・ベスト・ワースト・ランカー。何これ、これ何、これこの赤いの何、これな、こんな、あー、バケツか。暗い破壊光線、うわボフやられた、やられた、つえやべえ、これヤナップじゃなくてお前が戦った方が強いんじゃねえの。なおポケモンは猿な模様。あっ、オッケー。ミツルのシネシネ光線だな。あ、上がれる。わあ。わあ。わ。逆登りだー。いいのこれで。これでいいの。あら、あんたのポケモンちょっとあ。回復ここでやってくれんだ。優しいじゃん。えっきん。あ、渋滞した。わわ。はあ、親子育って育ってる。へえ。そういうのやってんだね。なるほどね。ミスドで見てるけど他の人の目線が気になってドーナツ食えない。なんでや。なんでや。ちゃんとイヤホンつけて見てたら別に誰も気にしてへんやろ。これな、これ。よし。あ、ワゴッティ今来ました。ワゴツーどうもこんばんは。二人こんばんは。あ、ある。あるなし、あるなし。え、みんなさ、ミスド行く？ミスド。なんかあんまり最近ミスド行ってないんだけど。なんかそう、最寄りのミスド潰れたっていうか、なんかさ、ミスドだんだん減ってるくない？年々。なんか俺もなんか確かにね、なんか最近ミスド見かけねえな、みたいな。あ、セール中なら、あ、100円の日？行く行く。なんか、たまーに食べたくなるんだけどさ、大学にミスド来る？ミスドが来るって何？来るって。
来るってどういうこと？最近行ってない。駅前にあるからたまに行く。やっぱ潰れてるっちゃやっぱ潰れてるんだ、どんどん。たまーに。ちなみにさ、ミスド何が好きなの？みんな何が一番好きなミスドのドーナツの中でナンバーワン何なの？ポンデリング。やっぱポンデリングだ。なんか全然ヤフツクス当たらないんだよ。なんでこれ当たったわ。オールドファッション。あ、出張販売とかやってんだ。へー。フレンチクルーラー、オールドファッション、エンゼルクリームだよなぁ。いて、当然だよなぁ。ミスドといえばエンゼルクリーム以外ありえないよなぁ。当たり前だろ、マジで。エンゼルクリーム最強だろ、当然だよ、うん。ポンデリングとかさ、邪道なの。シェレン、どうした？何？またやんの？ああ、草むら濃いね、あっち。稀に2匹同時飛び出てくる。マジか。チッポータウンに行く。オッケー、了解。ポンデリングさ、俺、もちもちの食感が結構苦手なんだけど、正直。なんかさ、なんか、ドーナツ食ってる感じにならない？ロワルドロス。ロワルドロスだけど、確かに。じゃあ、あのもちもち感が俺嫌なんだよ。ちゃんとドーナツ食ってる時はドーナツが食いたいの。だから、エンゼルクリームか、ハニーファッションな、オールドファッションにちょっとこう砂糖がまぶしてあるやつが好きなんだけど。で、やっぱちゃんとドーナツドーナツしてるやつが好きなんだよ、俺。あれ、もちもち感がいいの。エビグラタン、エビグラタンってあるの？なんか何人かコメントしてるんだけどさ、エビグラタンなんてあるの？見たことないんだけど、エビグラタン。あるの？あるの？マジなの？冷麺もある。え？え、何屋さんなの、ミスドって。ドーナツ屋さんじゃないの？ラーメンもあんの？嘘でしょ。え、嘘でしょ。タンメンもあんね。え、何？ミスドってラーメン屋開いたの？マジで？何でもあるじゃん。え、何？スパゲッティとかもあるの？ハンバーグもあるの？ハンバーグもあるの？マジで？焼肉？嘘でしょ。どんだけミスドあるの？マジでそんなあるの？冷やし中華も嘘。定食？マジ？何定食あんの？ミスド何定食あんの？焼肉定食？ミスド焼肉定食、焼肉定食あるってマジ？ファミレス超えてない？マジ、ハンバーグ定食とか、ステーキ定食もある。マグロ？え、マジ、海鮮も置いてるの？海鮮丼とか置いてある、マジ。ドイツ料理ある？マジで？マジ、ドイツ料理売ってる、マジ？ミスのドイツ料理売ってる、マジ？やべえじゃん。いや、もう和食の域超えてるって、マジ？マジかよ、やべえな。ミスのハンバーグ。ミスド、ここ2、3年行ってなかったけど、急にそんなことなってんの？ケバブもある！フランス料理もある！あ、中華も置いて、あ、もう全世界の料理を取り揃えております。やべえな、マジで。温泉もいいよね！え？何？え、ミスドって何？温泉設備あるの？ちょ、待って。ミスド温泉あるの？え、ドーナツ屋さんじゃないの？温泉あるの？マジで温泉入れるの？温泉、マジか。宿泊施設あんの？え、マジ泊まれんの？ミスドにジェットコースターある？マジ？何？え、なに？世界各国の料理食えて、温泉にも入ってて、あ、温泉にも入れて、ジェットコースター乗れて、美術館も開いてて。マジ？ゲーセンもあり？あ、まあまあね、旅館ならゲーセンもあるよね、もちろんね。マジで？あ、で、これから宇宙に進出するの？これから。マジで？ミスドがこれから何？ロケット飛ばす？マジ？至れり尽くせりかよ。やべえんだけど、ミスド。知らないうちにミスド発展しすぎ。ミスドでサミット？マジか。あ、俺、ま、ずっとこの前さ、開いてたじゃん、サミット。あれ、ミスドだったんだ。俺知らんかったわ。マジかよ。
マジで NASA と連携してんだ、すごいな。ミスドすげえな。もう全もうあれじゃん、もうミスドが世界制覇する日も地形じゃん、マジで。やべえよ、やべえよ、やべえよ。ミスドもやべえしさ、この動画、この話のうちどこにするかもやべえよ、どうしよう、マジで。いろいろやべえよ。やべえよ、やべえよ。ドーナツってなんだっけ。なんだっけ、ドーナツって。沢子。沢子さんだ。顧問だ。やべえよ。どうしよう、マジで。どう落ち着けようかわかんねえし、コロモリ初登場だよ、マジで。落ち落ち、いや、まあね。まあ、ミスタードーナツだっただけに、この話には、真ん中に穴が開いている中身がない話だったね。さあ、ということでね、じゃあ、ポケモンスイッチをやっていこうかなと思うんですけど、普通にうまいんだが、エンゼルクリーヌに穴開いて、ギク。ギク。もういいよ。ちなみにさ、今の話どこまでマジなの？個人的には担々麺ぐらいまでマジなのかなって思ってるんだけどさ。ちなみにどこまで正解なんですか？ちな、初見どうもこんばんは。宇宙ってところは嘘知ってるよ！宇宙になんか進出しねえよ！ミスドが。中華はマジなんだ。麺類まではマジ。麺類まではマジなんですね。なるほど。NASA ちげえよ！ NASA もイタリアもちげえよ。あ、嘘だよ。健康ランド嘘だよ。その辺嘘だよ。ああ。楽しかった。うん。学んだ知識、ものにするに一番実践で使うのが一番幸せね。ケバブは嘘でしょ。ほほほほ。いずほさんだ。トイレあるまでマジ。ああ。え、ダスキンは知ってる、ダスキンは。面白い、マジで。いいわ。やっぱ日曜日の昼間は、やっぱこのノリを一回やらないとだよな。やっぱモッティは、モッティの生放送でこれを見ないのはなんかその日の日曜日をこう、無駄にした感あるよな。この全力でリスナーがボケまくって、全力で俺が乗っかって。何、我慢してた、今我慢してた、話に夢中になってたの、バシ。やばくない、これやばくない、これ結構実はピンチだったりしない、これ。え、ミスドでスマイルください100円は、それは本当なの？なんか、何人か書いてる人いるんだけど。それはマジなの？なんか、2、3人書いてる人いたんだけど。初めて聞いた。っていうか、スマイル、ちゃんとしてろよ、普段からって逆に思うけどな。ミスドは聞いたことない。まあ、それもネタなのか。あ、そういう CM があるの？あ、CM のフレーズなんだ。へぇー。ごめん、それはテレビ見ねえからわかんないけど。そうなんだね。うん。いや、あったよ、俺もさ、高校生の時とか、帰り道でなんかじゃんけんして、じゃあお前負けな、今からお前マクド行って、スマイルと水もらってこいよ、っていう、やつ。あったよ。学校の帰り道の罰ゲームあるある。
やったよね。俺3回くらいやったことあるわ。迷惑、旗迷惑だろ、マジで、とか思いながら、やらざるを得ない、あの、くだり。あの、クソなくだりね。あれあるよね。うん。こないだマックで研修生の人にスマイルくださいって言ったら苦笑いしてた。苦笑いするだろうな。ついてきなよ。ちょっと先にポケモンセンター行きたいんですけど。すいません。ちょ、なんかこの街並み結構好きなんだけどさ。うん。ポケモンセンター良ければ使えない。ありがとう。やった。嬉しい。ちゃんと俺の言うことを聞いてくれた。はい。疾風シティのジムリーダーはノーマルタイプの使い手、格闘ポケモンがかなり有利になる。お、ありがとう。ネタバレありがとう。ね。ケンタッキーも好きね。そう、人数分頼まないとあかんやつ。そう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 。水3人分ね。水4人分ね、みたいな。めんどくせえよな、マジでな。ネタバレやめろ。通じねえんだよな、話。ゲーム内の。こんにちは。ねえねえ、トレーナーさん、多分ねってポケモン知ってる？うん、多分ね。あ、え？多分ねってなんかそういうあれなの？歩いてるとき時々見つかる揺れる草むらから飛び出してくるポケモン。あ、なんかさ、さっきさ、なんだっけ、30分くらい前にさ、サーチャーがどうのこうのみたいな話してたときの話があれ、実は多分ねの話なの、あれ。そうだったんだ。なんか適当に、何言ってんだこいつって焦らしちゃったけど、違うんだ、そういうことなのか。歩く経験値。え、もうちなみにさ、多分ねって、出てくる。もう出てきてた。実はもうすでに出てきてた。いや、多分ねが経験値めっちゃ入るのは知ってるんだけど。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。元モーニング娘。の新垣梨沙さん、結婚おめでとうございます。いやー、ガキさんもいよいよ結婚するような年齢になったということは、僕もそろそろっていうすごいなんか、恐怖感。あったかくして寝ろよ。問題。はい。日本の戦艦を5つ答えよ。え？ヤマト、ナガト、コンゴを、あとは？戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。戦艦帝国、ダウンロードは概要欄のリンクから。おお。